これがナスノヨイチの語り物の方の譜面です。ここに文章が書いてあって、この一つの文章、頭のところにこの一つの文章を司る音程が書かれてあります。そしてその文章の最後のところに、節回し、語尾と呼,ぶ呼ばれている記号が書かれていて、 それによってどういう節回しにするか、我々は理解して歌っていきます。そして、どのあたりにちんとかトンテンとか弾くというように指示した記号もあります。でここに二番というふうに書いてあります。これは二番と名付けられた旋律をここに当てはめて語り弾いていくという意味になります。あるいは白菊だとか桜だとか、 そういった草花の名前が書かれていることもありますそれは白玉という旋律をそこに入れて弾いていくということを意味しています邦楽の世界では楽器を演奏するその一つの旋律の単位のことを手と申しておりますつまりこの白玉は白玉という手なわけでその白玉という手を使って演奏を進めていく ということですではその手というものは、えー、どういうふうにまとめられているかと言いますといろいろなその手を、えー、網羅した断法符というものがここにございます例えば先ほど申し上げた白玉というのはこういう譜面になっておりますこのようにこの断法符を調べまして、えー、譜面の中の 手を探して先ほどの語りの譜面に当てはめて弾いていくということになります。そして一曲が成り立ちます。琵琶の語り物の曲というのは一曲およそ三十分前後の長さです。従いまして演奏の際にまず歌詞を見、そして えー、断法符をに照らし合わせながらというのは、えー、大変に煩雑になります、えー、ですからあのこれをまとめてしまおうと考えた方がおられます私に現代琵琶を教えてくれた師匠が歌の譜面語り物の方の譜面と愛の手を記した断法を総合した、えー、このような譜面を作りました これはシャミセの譜を参考にして弦を特定しポジションを特定して書いたものです、えー、歌詞と歌詞の間に愛の手を書き込んでいる新しい楽譜です桜というのがここにあります椿もあります 歌詞と歌詞の間に愛の手を書き込んでありますので、えー、あっちを見たりこっちを見たりせずに語って引いて行けますこうして愛の手の方を縦書きにすると文章と一緒に書き込めますので、えー、とても便利です私は今このような譜面に書き直してお弟子さんたちに お教えしておりますこちらの方が効果的だと私は思っております。